販売期間2015、ボディタイプ4ドアピックアップトラック駆動方式4、WD 別名ダチアダスターピックアップルノーダスター、オロチは、ルノー傘下のルーマニアの自動車メーカー、ダチアが製造し、ルノーが販売するピックアップトラックである。4つのドア、5人の乗客のためのスペース、680kg、耐荷重及び683リットルリアボリューム。 ルノーダスターオロチのリアダシアダスター SUV をベースにホイールベースを 155mm よび全長は 4.70m。これは最初のルノーバッジ付きピックアップであり、サイズ、スペース、ドアの点でピックアップトラックの新しいサイズクラスを実現。ルノーグループの低価格車種であり、アフリカなどの地域で販売されている。また2020年にはダチアブランドで タチアダスターピックアップが発売された。2014年に発表され、2015年に発売。タチアダスターの派生車種として登場。メカニズムに関しては日産 B プラットフォームをベースとした B レイプラットフォームが採用され、H4M 型1.6リットルガソーリンエンジン、もしくは2種類の K9K 型1.5リットルディーゼルエンジンを用意。なお、 ディーゼルの 85HP の 2WD 車は CO2 排出量1 4 0ートル以下という環境性能を実現している。4WD システムは日産エクストレールやルノーコレオスなどと同じオールモード 44i を採用。ボディサイズは全長4700全幅1 8 2 1ト、mm、ルとし最低地上高は2 0 0、mm、トル以上。 アプローチアングルは30度、デパーチャーアングルは35度以上を確保することで、走破性を高めている。ありがとうございます。